何でも知らない。
行くわよ。
破壊されました。調和完了ね。お姉ちゃんを近づけたかな。さ、メンテメンテっと。いらっしゃいませ。お買い上げありがとうございます。またのお越しをお待ちしております。ギルドへようこそ。クエスト達成だな。お疲れさん。気をつけてな。戻れているでしょうか。心配ですわ。とりあえず大聖堂に行ってみる。あ、私はちょっとばかし寄るところがあるから、みんなは先に行ってて。話の続きをするって言ってたし、ちゃんと来なさいよね。分かってるって。ヤッホー、コンパいるかな。NPC のブーケちゃんってわかる？なんかね、今ちょっと元気がないっていうか、すっごくフラフラなんだよね。それでコンパのお店に何か効きそうな薬とか置いてないかなって思って来てみたんだ。なるほどです。ブーケちゃんなら薬師のクエストでもよく一緒にお話しするですよ。フラフラですか。心配です。もう少し詳しい状態を教えてほしいです。確か女神の加護がとか汚れがとか言ってた気がするな。そういうことならこの薬はどうですか。女神さんの祝福を受けた加護の水薬です。おお、ザ・万能薬って感じだね。でもお高いんでしょ。薬師のクエスト報酬でもらったですけど、もう少ししたら作れるです。なのでこれはネプネプにプレゼントです。本当？ありがとうコンパ。早速ブーケちゃんに渡してくるよ。はいです。また何かあったらいつでも力になるです。お、ベール、ナイスタイミング。ブーケちゃん、ちゃんと大聖堂にいた？ええ、ひとまず大丈夫そうでしたけれど、今しばらく体を休めていただきたいので、私たちも一旦自由行動ですわ。ネプテューヌの用事はもう済みましたの？バッチリだよ。じゃじゃーん、加護の水薬。ブーケちゃんに効きそうでしょ。まあ、こんな高いお薬よく買えましたわね。早速ブーケちゃんに飲ませて差し上げましょう。買ったんじゃなくてコンパにもらったんだけどね。ねえねえ、私もブーケちゃんのお見舞いについて行ってもいい？ええ、一緒に参りましょう。眠っているかもしれませんからお静かになさってね。ベール様、それにネプテューヌ様。ブーケちゃん大丈夫？お見苦しいところをお見せして本当に申し訳ないです。気にすることないって。私だって寝不足とか働きすぎとか調子の悪い日はどうしてもあるしさ。はい、ブーケちゃん、お薬ですわ。ネプテューヌが
コンパさんからもらってきてくださいましたの。これできっと良くなりますわ。ありがとうございます。私のためにわざわざこのようなことを。本当に面目次第もありませんです。私は姉に立候補しているのですから、そのような気遣いは無用ですわよ。どうかもっと甘えてくださいまし。可愛い妹のお願いならどんなわがままだって受け止められますわ。とんでもないです。私の願いはただ一つ、自らの使命を全うすることだけですが、嬉しいです。皆様は変わっていらっしゃいます。私たちはただの NPC ですのに。なんだかまた眠くなってきたです。ブーケちゃん自身がまだまだ休息を必要としているということですわ。ぐっすりお眠りなさい。はい、もう少しだけ休ませていただきますです。おお、ベールのお姉ちゃんぶりが板につきすぎてて、私結構アイデンティティクライシスかも。ここは私も何とかしておかないと。子守歌でも歌おうか。お構いなくですわ。最愛の妹の眠りを妨げるのでしたら容赦しませんことよ。知れないし、お守り代わりに持っておくといいわ。あたしとネプリアからはこれ。やっぱり疲れた時には甘いものよね。はい、チョコレートのクレープです。 AI の学習もきっと疲れたりするんじゃないかなって。皆様、こんなにいろいろ恐縮です。元気になってくださって、私も胸のつかえが取れましたわ。というかベールさんって普通に看病できるんですね。てっきりいつも通りのテンションなのかと。いつも通り？こんな感じですかしら。こら、どさくさに紛れてうちの妹に手を出さない。あら、どさくさではありませんわ。姉として妹を猫っかわいがりするのは当たり前ですもの。ベールさん、これ結構恥ずかしいんですけど、ブーケの気持ちがちょっとわかったような気がするわ。そのつかぬことを伺いますが、妹とはそんなに貴重な存在なのでしょうか。ええ、それはもう。
この中では私だけが一人っ子。もし妹がいたら一緒にしてみたいことがいっぱいありますのよ。それにゲーム業界において妹萌えはまだまだ根強いトレンド。妹という存在は皆の憧れなのですわ。妹に憧れ？ラモちゃんにも憧れるけど、一番はお姉ちゃん。もしもし、私もお姉ちゃんかっこいいもの。ありがとう。やっぱり妹の私たちにとってはお姉ちゃんたちの方が憧れの対象だよね。でももし私にもさらに妹がいたらどんな感じの子なんだろう。それだと私にも妹が増えることになるね。名前は何がいいかな。ネプピッチャー、ネプマーク3、ネプザサード。ふむふむ、学習完了です。結果をアーカイブに取り込んでおきます。さて、前回から少し間が空いてしまったのですが、改めて神器にまつわる伝説をお話ししたいと思います。あ、そうだった。じゃあお願いしちゃおうかな。魔王の部下に双璧と呼ばれる強力無比な二人の幹部がおり、配下の魔物を束ねています。これらがまとめて邪教徒と呼ばれることもあるです。魔王と邪教徒たちは好き勝手に暴れ、アルスガルドを破滅の危機に追いやりました。四女神様たちも抗ったのですが、魔王の力は強大で苦戦を強いられていたのです。そこで四女神様は四つの神器を作り上げ、力を増幅し魔王を閉じ込めることに成功したのです。前にもお話ししましたように、限界以上に力を使った四女神様たちは自力でアルスガルドに降りることができなくなってしまいました。魔王と双璧、やはり四女神オンライン本編とは全く違うボスが用意されていますのね。神器にそんな役割があったなんて。つまり女神がすぐに地上へ降りられない隙を狙って双璧が魔王復活の準備をしているってことかしら。そういうことになりますです。たとえ復活したとしても私たちで仕留めるんだから問題ないわね、お姉ちゃん。ええ、もちろん。まだ見ぬボスの情報に胸が高鳴りますわ。いよいよ本腰を入れてプレイしなくてはなりませんわね。ベールが本腰？もしかしてネムネムを打破する例の通販ドリンクがメンバーに配布されて野戦に突入しちゃうのかな。仕事も辞めて惨めに頑張らなくちゃいけなかったり。さすがにそこまではないと思うよ。多分魔王が完全な力を得て復活を果たせば打ち倒すことは困難。その前に何としても神器を揃え女神様の降臨を。大丈夫ですわ、ブーケちゃん。どうか大戦艦に乗ったつもりでバーンとお任せくださいまし。私と5人の妹、そして3人の愉快な仲間たちがこの世界を救うのですから。3人の…なんだって？いろいろ突っ込みどころはあるけど、私からはとりあえずネプギアをナチュラルに妹に買おうとするのやめてほしいかなぁと。いや、ネプギアだけじゃないから。細かいことはさておき、次なるミッションへ向けて全速前進ですわ。よーそろー。皆様ならばきっとブーケはそう信じておりますです。Thank you.
今日は私とベールだけかしら。なんだか珍しい組み合わせかもね。人数が少ないうちにあれを試してみようかしら。ブラウン、ちょっと操作の練習をしたいので一緒にコマンドを入れてくださいませんこと？コマンドは別的でお送りしますので、その通りにお願いいたしますわね。いいけど。では。ブラウンをお姫様抱っこですわ。リアルではきっと絶対にさせてくれないですわよね。なんなのこれ。どこを押したら解除できるのよ。二人とも何楽しそうなことしてるのさ。てかこんな隠しコマンドあったんだね。ああ、お姉ちゃんがベールさんに抱っこされてる。わあ、お姉ちゃんお姫様みたい。キラキラ。お姉ちゃんがお姫様でベールさんが王子様役ね。こらベール、人が集まってきたじゃねえか。早く下ろしやがれ。もうずれないですわね。もうちょっとだけこのままでもいいではありませんの。恥ずかしすぎて死ぬ。もうやめちゃうの？でも超レアな光景が見られて得しちゃった感じだよ。一緒じゃないの？急な仕事が入ったから後で来るって言ってたわ。それまで3人でどこかに行ってくる。3人よりも4人の方が安心かも。誰かもう一人いないかしら。ゆっくり。ああ、
私もラムちゃんをなでなでするね。なでなで。ああ、私が先になでてたのに。こんなに嬉しそうに。ずるい。さすが忍者、ずるい。それ忍者関係ありますか？ま、いいですけど。それにしても結局このパーティーだとあんまり狩りって感じになりませんね。ガチ狩猟だと逆に無言になっちゃうから、こういうのも一興だよね。あ、オスっぽいのがいる。ラムちゃん、突撃するわよ。うん、突撃したと。メイン盾も出撃。これで勝つる。私も援護に行くわ。それにしてもネプテューヌさん、聖騎士を始めてからたまに変な言葉遣いになるような。気のせいかしら。
詩人ね。世界をめぐって様々な出来事やイメージを曲にして人々に伝えているという感じの職業よ。ここでお気に入りの BGM を何度でも聴くことができますわね。よく来たわね。というんですわよね。そのまんまじゃない。
確かに五感として男性が好む女性キャラって雰囲気があるわね。ノワール。ノワール。ノワールが実は男の子だったという可能性が微粒子レベルで存在している。私が男なわけないでしょうが。そうかしら。男の子キャラは一作品に一人いれば十分ですもの。ノワールのアイデンティティを奪うほど薄情な私たちではありませんわ。だから違うって言ってるでしょ。気をつけてな。あれ、そこにいるのはウズメ？久しぶりだね。おお、ネプチュじゃないか。俺の方こそすっかりご無沙汰ですまなかったな。またまた紹介タイムの出番だね。それじゃあ早速行ってみよう。この子の名前は天童星ウズメ。男勝りで熱いハートを持った女の子。情に熱くて一度恩を受けた人には絶対に筋を通すんだ。意外かもしれないけど、かなり夢見がちで乙女チックな部分もあるんだよ。ウズメ本人は注意深く隠してるつもりだろうけど、たまにポロッとそういうところが見え隠れしちゃうんだよね。まさかウズメのベータテストに参加してたなんて。せっかくだから一緒にパーティー行くもんよ。悪いな、今回は一緒に冒険できないんだ。ちょっと自分磨きするためにソロプレイ中なもんだからさ。おー、さすがウズメ、かっこいい。一緒にパーティー組みたかったな。でも気が変わったらいつでも言ってね。おう、ネプッチの活躍を祈っておくからな。あー、そうそう、ギアッチにもよろしく伝えといてくれると助かるぜ。うん、任せといて。どこかでまた見かけたら気軽に声をかけてくれよな。またな。気になって気になって気になって、今にもどうにかなっちまいそうだ。だって俺聞いちまったしな。池に精霊です。池の中に隠れ住んでて、どんな願い事でも一つだけ叶えてくれるらしいです。ただ出現させるための条件が相当厳しいみたいで、私たちもちょくちょく行ってはいるんだけど、結局一度も見てないのよね。キャラクターメイキングした時のこと、俺は今も後悔している。本当は可愛い系の衣装をアバターに着せたかったのに、結局いつもの延長線みたいな格好をしちまってる。願いを叶えてくれる精霊か。よし、俺のために一肌脱いでもらうとするか。ちょっといいですかにゃ。あら、あなたは前にダンジョンで会った。覚えていてくれて嬉しいですにゃ。突然にゃけど、ちょっとだけ姫のお願いを聞いてほしいにゃ。お願い？はいですにゃ。本当に些細なことにゃんですけど、
んと聞こえたわ。あの、意味がわからないんだけど。あ、姫ったらまた突っ走っちゃったにゃ。いけないいけない、ちゃんと説明しないとですにゃ。ツインテっていうのはヒロインや姫キャラだけに許される髪型にゃ。で、姫もこうしてツインテにしているわけですけど、サーバーに姫は一人でいいと思うにゃ。あなたもそう思わないかにゃ。だから姫に譲ってほしいにゃ。ぺこり。別に私姫キャラをやってるつもりとかないんだけど。それに髪型なんてそれぞれの自由じゃないかしら。にゃん、やめてくれないってこと？ただでさえイメージカラーが被ってるのに。これはまともに取り合わない方が良さそうね。よし、逃げましょう。ごめんなさい、私急な用事を思い出してしまったわ。それじゃあ。探したよ。あ、悲しみに満ちた瞳、うつむいた猫耳、一体何があったんだ。どうか顔を上げておくれ、君にそんな顔は似合わない。あのね、他のプレイヤーさんにちょっとお願い事をしたにゃ。でもどうしても聞いてくれなくて冷たくされちゃったのにゃ。なんだと？くっそー、僕の姫に嫌がらせをしたのは一体どこのどいつなんだ。ううん、キリア、誰かを責めちゃダメなのにゃ。姫なら全然大丈夫だから。くー、なんとけなげだ。君のことは僕が守ってみせる。だからもうこの手を離さないで。買わない。間が悪かったわね。ちょっと今手が離せなくて。時間がないあんたにはなおのこと有用なアイテムだよ。どう、見ていくだけでも。雷撃文化の一次選考結果が今夜発表されるから、別窓のブラウザを F5 連打するので忙しいの。早く結果を知って楽になりたくてたまらない気持ちだから。雷撃？小説の新人賞のことか。そんなの後回しでいいじゃん。早くしろうが多少遅れようが結果は変わらないわけだし。商業作家として一日も早く認められたいというのが私の悲願でありアイデンティティなの。そういうわけだから私はこれで。彼女自身が言ったように間が悪かったかな。結局誰も買ってくれなかった。でもまあ考えようによってはあれかな、誰に売るかをもっと慎重に見極めろっていう天からのお告げかも。そう、買ってくれるなら誰でもいいってわけじゃない。プレイヤースキル、プレイヤーレベル、どっちも頭一つ抜きんでた存在でないと意味ないし、あとは持ってるやつでないと。ここまでに私の手をすり抜けた数人のプレイヤーたちは、あの品と縁が薄かったというだけで持ってないレッテルを貼って構わないっしょ。とはいえ
私だってもう少しプレイヤーの興味を引けるようビジネスプレゼンしないとダメだよね。そこは自分のスキル不足を反省しなきゃ。女神のご加護が